けで、せっかく休日に集まったんだし、トランプしよう。唐突だな。というか集まったっていうか、割と集められたというか。まあまあいいって言ってくれたのはアマネちゃん。それはそうだが、まあいいか。トランプで何するんだよ。七並べとかポーカーとか大富豪とか、ルールは何でもいいけど、罰ゲームありでちょっとスリリングにしようよ。ポーカーはいいが、罰ゲームってところに嫌なものを感じるんだが、何を企んでるんだ。企んでるとは失礼な。ねえ。なあ。怪しいにも程がある。まあまあ、千歳さんが変なことを企むのはいつものことですし。さりげなく辛辣だね、マヒルン。まあ、変なことがどうかは罰ゲームを聞いてからでも評価してよ。